の企画ゲームコーナーなんですけれども、これからは簡単な、企画ゲームコーナーをお届けいたします。今回のゲームは NG ワードゲームです。ドドン。3つの NG ワードを用意しています。その書かれた絵を紙を自分には見ていないようにおでこに当てて持ちましょう。何気ない会話をしながら自分では見えない NG ワードを言ってしまうと負けというゲームです。今わかります？ここにおでこに貼ってさ、それが見えないようにみんなで喋り合っていう感じ。多分こう開くと自分には見えない。はい、じゃあ、自分以外の NG ワードは見えているわけで、その言葉を言わせるように会話を誘導してみましょうということです。はい、出会ったレベル1クリア、ありがとうございます。はい、では見せ合い。私たちは見えてなのにね、本人だけが見えてたってオチでしたけどね。なんか見えてもよくわかんなかった。うんって書いてあって、うんってなんだろうと思って。そうです、そうだ、嘘。あ、嘘か。嘘。あ、見えちゃう。もう一回見えちゃった。見えた。見えないようにしなくちゃいけないの。目つぶった。今のも見えちゃったよ。今次のネタも。そうそう、志村さんが落としてくれてるのも見えちゃった。え？そこに。志村さんの見えちゃった。見えちゃったって。だって用意してる時に見えちゃったから見ないようにしなきゃ。私こっち見て話を急がないと。さすがです、ナイスボケです。ありがとうございます、いつもボケてます。よしばばさんレベルありがとうございます。今ね、見えないようにこうやってちょっとね、あの角度を変えてるんですけど。はい、あのアシスタントは焦ってます。大丈夫です。あ、出来上がったかな。いや、はい、今持ってきてくれそうです。はい、はい、じゃあこうあの見えないようにし、じゃあ逆にしますね。こうやってこうやります。ちょっとあの ちゃんと私が映ってるか、しばらくちょっとこれ画面を確認してください。はい、あと見てちょっと離れてきてる。まあなんとか。はい、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 え、はい、え、あ、ずっと開けとくですか、ルール的には。いいの。そう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 、こっちに見えるのが面白いから。あ、はいはい、そっかそっか、うん、そうですね。どうやって話したらいいの、難しいの、うん、あのね、あとね、私はね、今年、年女じゃないんですよ。私はね、イノシシ年。イノシシ年。うん、なんかちょっとね、無茶ぶりっぽいね、雰囲気の匂いがプーンと感じてきたんだけど、なんなんだろう。私はね、あのね、豚肉あんま好きじゃないで、中尾さん何が好きですかって、そういう流れなのかと思ったんだけど。中尾くん、中尾くん何が好きなの。中尾くん何が好きなの。僕あの、肉は何でも好きです。本間さんは何が好き、何が好き。え、あのね、ね、うんと困ったな、これ。あ、七面鳥。うん、七面鳥が大好きなの。でもさ、関西はだからさ、うん、肉はさ、うん、何じゃないとダメなんだって。そんなの言ったらきっとさ、きっとそれがさ、僕が一番最初に負けっていう風になる感じがさ。なんで予想するんじゃん。いや、あのね、見えてる、見えてない、見えてないけど、もうなんか分かりない、もうほぼ分かんないって感じだよね。今の流れで分かんないってのはよっぽどセンスがないよ。ボケがうまいかどっちかじゃないかなと思うんだけどさ。だからね、七面鳥しか食べないの僕。他にも美味しいのたくさん。じゃあ私と焼肉食べに行きませんか。行く、ね、行くよ。焼肉で一番美味しいのは何ですか。本間さん、ハラミ、ミノ、タン、どう？美味しいよね。美味しいでしょ。何の部位？どうしても俺に振りたいみたいな感じ。本間さん、なんかちょっと笑ってみてくださいよ。
え、なんか笑ってみてくださいよ。え、まあ、じゃなくてこう、なんか笑うときにこうっていうときあるじゃないですか。いきなり何何何、イヒヒヒヒヒじゃなくて、わかんない、意味がわかんない、どういうこと。え、だからこの後を言わせようとしてるんでしょ。作戦変更失敗した。作戦変更、ねえ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 、今度さ、なんかさ、アナ雪の女王のさ、あのデュエットときよかった。いいね、アナ雪ね。アナ雪、アナ雪いいね。え、あ、今言いましたね。うまい、言わせてないよね。もうこっち諦めの瞬間作戦変更してこっちに向け。この二人はもういいの、また別のお題にするの。別のお題にします。あ、分かった分かった、はい、一瞬で切り替えた。いや、チェちゃんのはなんだかさっぱりみんな分かってないと思うんだけど、僕は牛って誰でも分かっちゃうもんね。我々責められてます。え、私は何だろう。YouTube でした。え、難しいね、いきなりね。あ、私だけその英語っていうのがね。あ、本当になんかこれがなかったらもう今飛沫で怒られるところだった。役に立ちましたね、これね。ちょっとね、やばいですね。面白すぎて。あれ、時々、ま、顔のんのんのんして喋っちゃうんですけど、これダメなんですよね。ダメ。これ辺で。飛沫しちゃったよ、もう面白い。ご時世だから。ちょっと本間さんの顔、霞んで見えちゃうんですよ、これのせいで。そのくらいがちょうどいいの。ちょうどいいの。これはね、ツルツルなんだけど、こっち二重になってるからね。そっかそっか。あ、大丈夫、もう明日と思う。みたいな感じ。アモーレ、アモーレ、アモーレ、ジュトゥー、ジュトゥー、ジュトゥー。ほとんど昔のメロドラマの世界だね。怖い怖い。ガラス越しのみたいな。次のお題は何かな。ガラス越しに消えたのつですね。なかなかでも面白いゲームですよね。面白い、お腹痛くなる。結構私このゲームコーナーが好きで、皆さんね、あの YouTube にね、過去のね、あのね、ゲームコーナー載ってるんで、よかったら全部見てほしいんですけど、先日のあの、なんだっけ、マジカルバナナ、はいはい、めちゃくちゃ面白くて。マジカルバナナやったの。そう、あと懐かしいね。懐かしいです。生まれてた、生まれてたの、生まれてた、マジカルバナナ。そう、マジカルバナナめちゃくちゃ面白かったですよ、うん、あの、はい、よかったらアーカイブであるんで見てください。もう悶絶。私もなんかお腹痛くなりすぎて、その後歌歌えなくなっちゃったもん。もうなんかゲロゲロ笑いすぎて、まあね、うん、はい、その時もこれが役立った感じ。そこだね。じゃあいただきます。はい、あー、どうしようかな。正月何食べて過ごしたんですか。お餅。ほら、幅広いよ、俺。お餅、うん、お餅か。お餅、他になんか、え、なんで私を責めるんですか。いえいえ、ちょっとさっきとね、形勢逆転させなきゃいけないから、ね。あ、うん、お正月はね、うん、今回はね、うん、あのお酒があんまし飲めなかったから、うん、そう、ポコちゃんをし始めてね、毎日配信してるからお酒は飲めないから、本間さん、今度一緒にお酒飲みに行きませんか。いいですよ、うんうんうん、なんか、だんだん近づいてきたんだな、僕の答えに。何かな、ウイスキーとかビールとかそういうのが飲みたいのかな。まゆちゃんと一緒に開きましょう。誘ってください。わかりました。はい、企画して。うん、本間さんのとこの会社はやっぱ忘年会とか新年会とかやっぱ自粛されてる感じですか。もう自粛も自粛、全部もう会食もダメだし、二人のもう二人の食事もダメね。それもどうやけだろうと、なんだろうと。じゃあみんなで集まるようなやつもダメなの。うん、基本はだから、まあ、プライベートまではね、そう拘束されないけど、要は会社内で懇親会とか、あと取引先とかもう基本全部禁止です。へー、そうダメなの。じゃあ、まえちゃんとかと所沢の会とかもないんですか。ないですよ。あ、ないですよ。やってないんですか。うん、あー、ちゃんと自粛してるんだ。そう、自粛してる。へー、まあ、でもほら、あの緊急事態宣言の前までは、あの基本ね、あのプライベートのことはあんまりうるさくはなかったけど、でもやっぱりね、あの飲み会の時もマスクしてる。これ、やったー。いやー、嬉しい。俺なんか今ハマって自分が出たような感じだったよ。よしだって思っちゃった。負けなんじゃん、これ。あのね自分で当たった気味になっちゃった。こんな言っちゃいけないけど、よく喋ってるのもらって、さっきは一生懸命牛って言わないのに頑張ってたんだ。今は飲み会すぐ出ちゃった。いや、僕はね、出そうな感じがして。何、アルコールの種類ばっかり気をつけようと思ってたの。あー、ビールでも、でもね、お酒系だとね。そう、何とか出てきてから、そのうち喋ってたら出るかなと思ってて、もうね、さすが消しかけてきたんだよね。もう完璧な振りでしたね、今。まだあるの。まだあるんですけど、せっかくだから2人はまだある。
続けていく感じね。じゃあ、続けよう、続けよう。あ、本間さんだけ帰るの？わかった。いや。あ、ごめん、私ね、今ね。こっち向いたとき、ここに映ってね、見えちゃったから、私のも変えて。ここにしようって映って。僕わかんない。あのね、これが知恵ちゃんの素直さだね。普通はこう見えないふりしてこう続けるもんだけど。だってつまんないもん。私もドキドキを楽しみたいわ。じゃあ待ってる間にさ、ね、攻めとこ攻めとこ、なんかルクセンブルク楽しみだね。楽しみです ね、 歌って踊ってがやっぱし楽しいよね。そう、喋ってね、セリフセリフもあるし、もうこう踊んなきゃいけないし、今まであのオペラとオペレッタっていろいろあるんですけど、 はい、どっちが多いの回数？僕が出演するんですか、あ、僕も圧倒的にオペラの方が多いですね。どっちが好きですか？じゃあオペラの方が好きですね。何、オペラ、オペラの方が好きなの？オペラあの歌劇と歌劇と喜歌劇両方とも好きです。あ、両方好きなんだ勘がいいね勘がいいよ中尾さん。もうちょっとすごく今日はあの改めて見直しちゃった。今瞬間分かったもんね。もうちょっとでいそうだったらねなんかね、攻め方が分かりやすい。重さいつも分かっちゃったから変更だよ。変更、変更、変更。あれよく分かったね、だけど今ねあの流れであれさ、なんか僕買った感がないんだけど顔出ちゃったね、来たと思ったじゃん。もうね、もうね、オペレーター移動しようとした瞬間にもうこうね、顔がね、前乗りしてた感じ。素直な人しかいないから嘘をつけない人しかいないの。やらせは全くありませんよ安心してくださいでしょ。もうさっきのやつ全部そうじゃん。もう答えが見えたから変えてなんてね、言っちゃうぐらいなんだけども、で素晴らしい。絶対見えないです。絶対見えない。こうやっといたら絶対見えないからさ、このまま動かせません。私逆なの。はい、なるほど、なるほど。あーあー、ネタラスト。さあ本気で頑張ろう。はい、頑張ろう。本気で頑張ろう。本間さんはこれですか、こう例えばストレートすぎるとバレちゃう。田舎とか自分の田舎とかに、こうお正月とか会えないじゃないですか。はいはいはい。やっぱし連絡とか取り合ってとかしてるんですか。ええ、連絡は取り合ったんですけど、何もここにキーワード入ってんの。言ってはいないよ。あ、本当に。言ってはいない。例えば今ズームとか、ほらなんだっけ、ズーム飲み会とか。ズーム飲み会だ。そういうのいろんな手段があるじゃないですか。はいはいはい。ほんまそういうのやるんですか。そういうのやりますよ。本当に。そういうのやりますよ。ズームとか。今営業とかされてる時とかってやっぱしあれじゃないですか。こう。なんですか。でもリモートやってるんですか。リモート、リモート、電話。電話じゃないのね。電話、電話か。当てようとしてるかよ、まだ。ルール分かってます。当たったら勝ちじゃないんです。もう何でも喜べちゃった。よし、もう何を癒そうとかしてるか分かったぞみたいな。言わないのに、このゲームなのに。じゃあ本間さんは終わり。じゃあ私と本間、あの中尾くんで。ちょっとね、今回大ね、大吉当ててどうですか、今年のなんかこう何かやりたいとか、これを始めたいとか。今年はね、いっぱいね、ポコちゃん頑張ってるからね、あのね、ポコちゃんでね、S ランクになりたいだからね、あのいっぱいあの応援してくださってる人のためにリクエストもらっていろんな曲を歌ってます。だからこの後のね、あの曲も楽しみだし、輝く未来もあのそれで歌えるようになったし、いろんなレパートリーが増えることも幸せに思ってます、で中尾くんもね、この後ピアノ弾いてくれて、そうですね、嬉しい、ありがとうございます。本当にいいよ、ありがとうございます。はいはい、はい、遠くなってきたな。遠くなってきたの。でもやっぱいろんなことを挑戦するとか、やっぱお客さんを今年は喜ばせる、こういうご時世ですので、まあいろいろ目標とかやっぱあるじゃないですか。そういうのやっぱし大事なことですよね。そうだね、そうだね。こうくんもいろいろピアノ弾けてすごいもんね。そうですね、それでギターもやるとするなんてすごいよね。ね、中尾くんさ、なんだっけ、あのホムラは何の主題歌なんだったっけ。ホムラの主題歌の映画見に行った？行ってないな。なんていう題だっけ？なんとかの車？車が列車？列車？
列車じゃなかった、なんとかの車列車なんとかの車列車あれ免許がね、あ、違うか、あ、なんだっけ、なんとかの列車の、あれあの僕本当流行に疎くて、ホームランもこれを着て初めてこの曲の存在を知ったんです。あ、そうなの、うん、へぇ、うん、グレンゲはグレンゲ、えグレンゲグレンゲ、うん、グレンゲ知ってる、知らない、あ、グレンゲ知らない、あの1曲目の本村じゃない方の1曲目の曲だよ、グレンゲがあのアニメ用の曲で映画用が本村。知ってた？分かんなかった。分かんなかったの？あ、そうなの。なんか大丈夫ですかね？かスタッフがみんな汗かいてますけど、これ、ま、終わるのかみたいな、ま。漫画も読んでないですか？漫画読んでないです。うん、ネットフリックスも見てないの？見てないです。あら。そうなんだ。ちょっとね、リュークル疎くて、ドラえもんが最後ですね。ダメだよ、ちゃんとさ演奏するためにはその作品を勉強しないと。でも本物そういい曲でしたね。まだまだやってないか。これから演奏するの楽しみだね。うん、でもこの映画はでも知ってますよ、あの知りました今回、うん、何でしたっけ何でしたっけ、ね、なんとかの、あのなんとかの刃、なんとかの刃、あれ違うだっけ、なんだっけ、なんかなんとかの列車編じゃなかった、あ、そう、それはそう、編はね、列車編、なんとかの列車編だよちょっと待ってね、思い出すかね、勉強したんだよね、なんとかの刃でもこれ言っちゃったらそれ負けちゃうじゃないの今わざとわからないふりをしてんのか本当にわからないのかがこうわからないところがいいところだね。あ、今すごい今初期も思い出そうとしててこれでも俺当たったら負けちゃうじゃんと思ってちえちゃんもちえちゃんでね、今年はねいろいろいろとあると思いますけどちえちゃん、ちえちゃんもそうだよ、大吉だもん、何でもいっぱい頑張るよ、うん、なんか本物もなんか喋ってください今年の目標は、それ僕言った先、今年の目標は、なんかさっき言ったポコちゃん頑張ることと、うん、あとは、うん、そうだな、もっと会社大きくすること、あ、会社の売り上げいっぱい上げること、じゃあ将来に向かっての、うん、将来に向かってのなんかそういうなんか自分の気持ちみたいな、将来に向かっての自分の気持ち、うん、将来に向かっての自分の気持ち、うん、なんか難しいねこれ、うん、普段あんまり言わないもんね、うん、この高校のことは、ね、自分からはね、中尾さん分かります、僕は分かりますけど、でも分かんない、忘れてないんでしょ忘れてるから言われないでしょ、うん、今年の目標、うん、目標を言うって感じなの、これ多分ね、ちえちゃんはあの分からないっていうか、あの全然言わないと思う、これでも中尾さんはあの知ってて言わないのか本当に忘れてるのか分からない中尾さんのこれね、だって覚えづらいタイトルじゃないですか、知らない人もなんとかの刃、鬼だよ、鬼、鬼、なんとかの刃、あ、牙って、鬼滅の刃、あ、そうそうそう、あ、そうだ、よく思い出しました、鬼、はい、はい、それが強引に終わらせて、正解というか、はず、あの、はずれというか、負けというかで、ね、どっちが勝ちか負けか分かんなくなってきた私は、あ、もう見ていいんですか、はい、私は、あ、そっか、まだ当ててみてください、私の目標、うん、目標とかそういう意味のこと、今年の抱負、そう、そうです、あ、よく、あ、やった、すごい演奏ゲームみたいだね、すごい、素晴らしいです、やった、おー、え、なかなか難しいね、抱負はちょっと言わないもんね、なかなか自分のトークの中でね、はい、でした、ありがとうございました、鬼滅の刃、じゃあこの3つに何の脈略もないとこが難しいところだね、このコーナーね3人出してるのにね、うん、電話ってよかったですよ、なんかお題、飲み会とか、ね、こういうワードはだってそれさ、いろいろ言わそうとしてるからさ、うん、ね、そうズーム飲み会とか他にどういう連絡手段があるんですかなんて言われちゃったらね、そう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 、チャンネル登録してね、お願いします。